おはようございます。各議員とですね、放送関係のですね、重要性に関する関係閣僚会議がありましたので、ちょっとやります。いろいろ聞きたいことあるんでしょうか。私の方は以上です。じゃあ幹事 NHK 綿貫です。2問お伺いします。TPP 関連ですけれども、日米首脳会談が明日、日本時間明日未明に開かれます。安倍総理は正規なく関税撤廃が前提かどうか確認すると、この間は、おっしゃってますけれども、大臣としてのその会談に対する期待とか見通しがあれば教えてください。日本時間の明日の未明にですね、安倍総理、そして大野大統領の会談が開かれるということになって、そこの中の一つの大きなテーマがですね、日米の経済、そして TPP ということになって、会談を通じて、なかなか事務レベルではですね、乗り越えられなかった、問題について、意見交換が行われると思います。そして、総理の方が、この TPP が、正義なき、関税撤廃を前提とするのかどうか、そのことをはっきりと確認をされるということだと思います。2問目ですけれども、その会談の結果がどうなるかはともかくとしてですね、総理帰国されてからその国内でその参加の是非の判断という、判断するプロセスというのがあると思うんですけれども、一部報道ですとその経済財政諮問会議で議論するとか、施政方針演説で表明するとか、なんかそんな報道もあるんですけども、その帰国後のですね、プロセスやそのペース、どういったものになるとお考えでしょうか。それはまさにですね、会談の結果にもよると思いますけれど、総理もですね、これまでの事前協議の経過について、精査をする、そしてまた、影響等について、精査分析を、した上で判断をするということであります。そんなに時間をかけずにですね、判断をされるということですから、会談を踏まえて、その後のプロセスが進んでいくということです。幹事から以上です。メースの佐藤と申します。西方大臣、会談を通じて、事務レベルでは乗り越えられなかった問題について意見交換を行われました。裏を返して結構事務レベルでは、やはり正義なきというポイントをですね、全てテーブルに載せるという、この2点については事務レベルではやはり乗り越えられてないということです。何をもって乗り越えた、そして何をもって確認が取れたということについて、やっぱりトップ同士で話した上で、日本の見解、そして米国の、正式な見解、これは当然大統領から発出されるということになると思うんですけれど、そこで確認を取るということだと思います。国際的に関して、やはりトップ同士が直接やり取りをすることですね、局面で場面が高い可能性が高いと。それは首脳会談ですから、やってみないとわからないということでありますけれど、オバマ大統領も、そしてもちろん安倍総理もですね、安全保障の面でも、そしてまた経済の面でも、日米関係をしっかりしたものにしていく、こういう思いで会談に臨まれています。4月に迎える、それに向けて、どう対応するのか、
まあ、そういったことをですね、今、営業会社で検討して、まあ、いう段階だということを考えておりまして、新たな支援策を電力会社として打ち出す、こういう段階ではないと思います。大臣、すみません。共同通信の五十嵐です。関連ですけれども、日本原子力発電はですね、この資金繰りのために保有するウランを売却しているのですが、この事実関係について経産省として把握できていることがあれば教えていただきたいと思います。まあ、日本原電のですね、個別のウランの売却状況については承知をいたしております。把握されるおつもりは あるのでしょうか。もしない場合はなぜその必要がないのかということもご説明いただけるとありがたいです。それぞれの企業のですね、個々の取引、それについて、法令上問題があるということであればきちんとチェックをしていきます。ただ、個々のトランザクションについて法律にのっとり、またですね、それぞれの判断で、経営判断で行っていることについて、すべてのことについて報告を求める、そういうつもりであります。すみません、日本経済新聞の記者です。先日の電気料金審査会の後に大臣が談話を発表されましたけれども、あのタイミングで談話をされた意図と、何か狙いというのを燃料費価格の高騰、まあ、それによりまして、電力会社の経営と、まあ、これも厳しい状況になって、4社から、値上げの申請が現在上がっている段階であります。そういった中で、国際的な指標、まあ、等々を見てみますと、まあ、特に火力発電のですね、主流を占めますエネルギーにつきまして、今後、価格のですね、低下、こういったものが移動することができる、まあ、そういった中で最大限の経営の効率化を図ってもらう、まあ、こういう観点からそういった国際指標もですね、しっかりと視野に入れて、そしてコスト削減努力を行ってほしい、こういう思いで談話を発表させていただきます。話が戻って恐縮なんですが、TPP で聖域なきの解釈なんですけども、はい、これ改めてのお尋ねで恐縮なんですが、聖域なきというのが自民党さんがおっしゃっているのは、これは全てのアイテムを交渉のテーブルに載せる前に、例外を作れということを意味しているのか、それとも載せた後にも結果的に例外できればいいということまで許容するのか、どういう意味なのか改めてちょっとですか。正規がどの部分か、まあ、いうことについて、この段階でですね、あらかじめ決めているものであります。そして、TPP については、全ての品目をテーブルに載せる、まあ、いう、形で、交渉が現在進んでおります。そういった中において、我が国としてこれが正義なき関連撤廃を前提とするものではないということについて確認をしています。つまりこの間の衆議院選挙でですね、自民党は正義なきということを掲げて戦って勝利したわけですけども、その解釈が曖昧、まあ、その外交交渉においてはいろんなニュアンスはあるんでしょうけども、どういう状態であれば、この公約を果たせるようになるのか、今の時点でまだ明らかになってない部分があると思うんですけども。正規なき、関税撤廃の、交渉参加には反対とは書いてございません。正規なき関税撤廃を前提とする限り、交渉参加には反対と書いてございません。前提になっているかどうかということも含めて確認しております。意味が分からなくてですね、あまり厳密にしてはいけないものなのかもしれないんですけども、そもそも聖域というのが、最初の質問に戻って恐縮なんですが、何を指しているのかは分からないんですけども。ですから申し上げたようにですね、
個々具体的に今の段階で、聖域の範囲というものを決めているものではありません。まずただ想定されるものというのは当然出てくると思います。そしてそこの中で、自動的に、全てのものが、関税撤廃、この、聖域なき関税撤廃、これを前提としているかどうかということが確認されるべきです。そうすると結果的に例外品目が どのような状況であれ取れれば、それは、交渉参加を許容する一つの判断になり得ると。それはまさに、総理がですね、オバマ大統領との、会談の中で判断されることだと思います。フジテレビの井上ですけれども、今日、経済産業省の研究会で再生医療に関するその市場拡大の見通しを示した、取りまとめがあり、まあ、その前提としてその規制改革ということも触れられていると聞いています。大臣の所感がありましたら。再生医療の実用化、そして産業化に関する研究会、昨年の秋に中間取りまとめを行っていただいておりまして、そこの中でですね、我が国で、再生医療の実用化が進んでいない、この原因についてですね、薬事法の問題点、これを指摘するとともにですね、再生医療に必要となる細胞の 外部加工業務のですね、外部委託の実現などですね、望ましい制度の在り方についてすでにご提言をいただいております。おそらく、今回の最終取りまとめにおきましてはですね、再生医療分野における、産業化を、推進するためにですね、再生医療の市場規模、どれくらいに伸びていくか、国内市場は、現時点でですね、260億でありますが、これが2030年にはですね、1.6 兆円まで大幅に、拡大をしていく、非常に日本にとっても魅力のある市場である。そして本当にそういう市場を作り、事業化をしていくためのですね、コスト削減のポイント、そして医療機関とですね、事業者の責任分担の在り方、審査制度のですね、透明性の確保、そして保険制度の在り方、等々について論点を整理していただく、そんなふうになっております。この最終取りまとめにおけまして、制度改正すべき点、この国会でも法改正も行っていきます。また国としての、国としてのですね、支援策もしっかり詰めることによって、この分野を一気に伸ばしていきたいと、このふうに思います。はい、石油通信の斉藤です。ガソリン価格が160円を伺う情勢になっているんですが、民主党時代に作られました、いわゆる今凍結されておりますトリガー条項について、解除するお考えがあるのか、そこら辺の考え方を教えてください。今の時点ではありません。Mm-hmm.